どうもマックスでございます。私は本日湯島駅がすぐ目の前に見える水晶さんというお店さんに来てるんですけれども、こちらのお店さん唐揚げがすごい人気のお店さんなんですけれども、なんとこの度こちら水晶さんで新しく始まったチャレンジメニューをやらせていただきたいと思います。総重量5キロの唐揚げとご飯のセットなんですけれども、味変グッズいろいろ用意しがってる素敵なチャレンジになっておりますので、果たしてどうなることやら、山盛りの唐揚げ丼になるんですかね、成功できるのかできないのかという感じでございます。早速本編の模様どうぞ。ちなみにランチタイムご飯大盛り無料のなんと新潟県産のコシヒカリを使ったお弁当がなんとワンコイン500円、ご飯大盛り無料、唐揚げご飯だけじゃなくおかずもつきますから、いいんですかこの土地でそんな値段でやって。ここ湯島の駅ですし、なんならもう上野なんかマジすぐですよ、歩いて大丈夫ですか。はい、というわけで諸々の準備が整いましたので始めさせていただきたいと思うんですが、こちらでございます。唐揚げ丼、めちゃくちゃ唐揚げが乗りまくってる。これ何個ぐらい乗ってるんですか？84です。もうちょっとで煩悩の数いきますけども、84個の唐揚げが乗って中にご飯もちゃんと入っております。唐揚げが4キロのご飯が1キロ、はい、そちら5キロと、はい、制限時間が45分でございます。で、味変がですね、このヤンニョムとかいろいろご用意していただきまして、こちら完食には含まれないので、おろしとか、明太子とかサルサとか、あとマヨとかたこ焼きソースあるんですけども、まあこれ自身を攻略できれば OK なんですけれども、今回なんとですね、店主様から素敵すぎるサプライズをいただいております。なんとこのチャレンジ僕が成功したら、この動画が公開された翌日から3月末まで、なんと唐揚げ弁当、小学生以下のお子様なんと無料で配布されると。なので小学生以下の、まあ、もちろん親子連れとかでね来ていただいたりとか、お子様だけでもあれなんですけれども、来て唐揚げ弁当くださいと。でその時の合言葉がありまして、マックス鈴木の一部見ましたということだけちょっとお伝えしていただければ、対象が小学生以下のお子様、無料で一人一つですよね、はい、はい、お弁当をご提供してくださるという、ちょっと僕がお世話になってる兄貴の子供ラーメンに通じるところがあるんではなかろうかという、それをこんな素敵な場所でやってくださるっていうのはちょっと僕の中ではもう衝撃で、ただ唐揚げ4キロです米1キロです。いけるのか45分で。でもこれはもう僕だけの戦いではないんで、はい、全力でいきたいと思います。先週話が長くなって申し訳ございません。カウントダウンの合図を5秒前ぐらいからお願いしてもよろしいでしょうか。すいません、お願いします。5 4 3 2 1 0。よいしょ、ありがとうございます。よいしょ、いきますせー、改めましていただきます。味変グッズがあるんでいろいろいきます。まずは素でいきましょう。いただきます。めちゃくちゃ柔らかい系の、めちゃくちゃジューシーしっとり系で、正直食べやすいですこれ。ちょっと歯でごめんなさい。ごめんなさい、こんな感じ。あ、これはうまうまい。うん、45分頑張るぞ。1個がでかい、でかすぎるぐらいでかい。でも肉汁ジューシーだからちょっとだけ飲み物入ってる。これはうん、おろし、小麦粉、明太、文句のつけようがねえわ、何も言えねえ、うまくて。ヤンニョム、あうん、サルサ、もうヤンニョムとサルサちゃんと辛い、でもうまいで、
もう国民食のマヨネーズ、全部うめえ。やべえ、これクリアしたら大事なすごい責任のあるチャレンジなのに楽しんじゃう。だってうまいんだもん。マジでクリアしたいんで本気の食べ方します。もうガンガンいかないと僕だけじゃないんで、これいきなり店主さんが真面目な顔してきまして、チャレンジ始まる前にそのことをおっしゃっていただいて、意地でも成功させてやる。考えるべきやっぱ弾力性による顎の持久力ですね。うん、ご飯見えてますね、キャベツとご飯。じゃあおろしのタレおかわりいただいてもよろしいでしょうか。いただきます。
おでも。うまい。割り箸もらってもいいですか、
するかと思いますね。
あっぶねー、あら、おめでとうございます。あれだ、途中水とかありがとうございました。ありがとうございます。最後ちょっといただいたあのおろしのタレ使うことできなくてすいません、申し訳なかったです。ただの序盤は味わえたので、はい、ふっくらジューシー柔らかい感じですね。しっとり、サクッとジューシーの唐揚げ、これでヘッチをチャレンジクリアということで、この動画が公開された翌日から、はい、小学生以下のお子様一人一つ唐揚げのお弁当、無料提供と子供唐揚げ弁当って感じでしょうか。はい、って感じなので、概要欄の方にリンク貼らせていただきますので、詳細もろもろとはそちらでご確認いただければと思います。それでは以上、湯島にございます。行き、水晶、すいません、水晶さんより私マックスギアお送りさせてきました。明日から子供弁当、ぜひ皆様、はい、来てみてください。合言葉はあのマックス鈴木の YouTube を見たでございます。それが、子供唐揚げ弁当の合言葉になりますので、そちらをお忘れなくお願いいたします。以上でございます。ありがとうございました。